ペットを始めて5ヶ月経ちました。それでようやく1曲吹けました。いやー苦労しましたね。トランペット苦労しました。1曲簡単な超簡単な、もう童謡と言っていい、まあ童謡というか民謡、ドイツ民謡なんですけどね、エーデルワイス吹けました。いやー苦労しましたね。いやートランペットは難しかった。曲がりなりにも1曲吹けました。いやートランペットは難しい、トランペットは難しいですね。いやまあフルートも難しいんですけど、まあフルートはね、まあ音を気にしなければ、まあこれぐらいの曲はね、すぐ吹けるようになるんですよ。まあ1ヶ月もかかんないですよね。まあフルートの場合は音色が、ね、きれいな音色が出るのに苦労するわけですけど、まあそれに何年かかかるわけですけど、まあとりあえず音を出して、これぐらいの簡単な曲吹くんだったら、まあ1ヶ月ぐらいでね、初めてできるわけですよ。まあ間が、まあ音を気にしなかったらですよ。でもトランペットはね、まずね音が出ないですからね、曲がりなりにも音が悪いなりにも1曲吹くのに5ヶ月かかりました。これからなんかね加速させていきたいですね。そんな予感がするんですけど、ね、どうなんですかね。音はね本当にトランペットらしい音、あとはこう安定性ですよね。それを身につければ、まあ、ひょっとしたらね、まあ、フルートと逆転するんじゃないかなと。まあ、こっからですね加速させていきたいですね。はい、頑張ります。フルートでした。